アパッチ国運、アパッチ国運、アパッチ国運は Web アプリケーションフレームワークであり、パイプ、関心の分離、コンポーネントベースの Web アプリケーション開発といった概念に基づいたのである。単にコクーンと呼ばれることが多い。国ンフレームワークは、XML と XSLT による出版に焦点を置いており、Java で開発されている。 XML 技術を基盤として、XML 技術を積極的に活用することにより、高い柔軟性を持っており、XHTML、PDF、WML など様々な形式での迅速な文書の出版が可能である。コンテンツ管理システムである Apache l e n i a ー d e j は、Apache c o o n を基盤として開発されている。c o o k n はまた、データウェアハウスの e t l のツールとしても使われており、 情報システム間のデータ転送のためのミドルウェアとしても使われている。アパッチコクーンの中心部分にサイトマップが存在する。サイトマップにおいて、ウェブサイトの開発者が様々なコクーンのコンポーネントを環境設定し、クライアントサーバーの相互作用を定義する。このクライアントサーバー相互作用において、コクーンは XML 変換言語による XML パイプラインとして参照する。コクーンのコンポーネントは機能ごとに分類される。マチャースの用途は利用者の URL やクッキーなどの HTTP リクエスト情報がワイルドカードや正規表現のパターンに対して一致するものを見つけることである。利用者の HTTP リクエストのうのうのはーンを使った ウェブアプリケーションに送信されパターンに対して一致するものを見つける処理が行われるその後に各々のリクエストに対する処理が行われるジェンナーターズは高度な処理のためのストリームを生成するこのストリームは配置された XML 文章を元に生成することができるジェンーターズとしてはディレクトリ構造や画像データなどサーバーに関する何らかのデータを表現するために 1から XML 文書を生成できるものも存在する。トラフォーマーズはデータのストリームを取得して何らかの方法でデータストリームの内容の変更を行う。多くの場合に共通して使われる変更方法は XSLT のスタイルシートである。XSLT スタイルシートはある XML 文書の構造を別の構造に変換する技術であり、 XSLT スタイルシート自身も XML で記述される。他の形式で記述されたデータを取得して変更を行うトラフォーマーズも存在する。一つのシリエルザーは一つのデータストリームを取得し、データストリームに対して必要な何らかの変更を行い、変更後の内容をクライアント側に配信する。様々な種類の形式でデータを配信する。 シリアライセスが存在する。国運で配信可能なデータの形式としては、例えば、XHTML、HTML、PDF、RT 回、SVG、WML、プレーンテキストがある。セレクターズはスイッチ文と同じことができる。セレクターズを使うことで、HTTP リクエストから特定の要素を選び出して、 HTTP リクエストを処理するために使うための正しいパイプラインを選択すことができる。ビューズの用途は主としてテストである。一つのビューは一つのパイプラインの終了場所である。この終了場所までに生成された XML データストリームを出力することができる。このため Web アプリケーションが正しく動作しているかどうかをビューズを使って調べることができる。 リーダーズはデータのパウスを行わないでデータを配信する。つまりリーダーズは XML 技術に基づいた処理は行わない。画像データのようなデータに対して使われる。アクションスは Java のクラスであり、このクラスが何らかのビジネスロジックを実行したり、新しいコンテンツの生成を管理したりする。XSP ページとは国運 XML 文書であり、 この XML 文書はタグに基づいた命令を含む。XSP ページに含まれる命令は、HTTP リクエストを受けたときに、どのようにして動的な書を生成するかを指定する。国運での処理において、こうした命令は生成された文書に置き換えられる。その結果として、対象となる XML 文書に対して、高度な処理を行うことができる。 XSP ページは国運の文書生成機構によって変換処理が行われる。XSP ページを扱う際の国運の文書生成機構は Java のクラスである場合が多い。ただし何らかのスクリプト言語があり、そのスクリプト言語の処理機構が Java で実装されている場合、そのスクリプト言語を文書生成機構として使うこともできる。 XSP ページに含まれる命令は、XSP 組み込みの処理タグである場合と、開発者が定義したライブラリータグである場合とがある。パイプラインの用途は、様々な国運コンポーネントが様々な HTTP リクエストと相互作用して HTTP レスポンスを生成する方法を定義することである。ザブロックモデルと標準化も参照を楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。